なんなのこの暑さは。こんな気温で待機しろなんてどうなってるのよ。薬を作っては大丈夫？フレイマリンは初めてじゃないよね。経験回数の問題じゃないわ。こんなの人類が生活できる環境じゃない。ちょっと私の故郷なんだけど。おお、ヤクーツクが弱音を吐いている。これは相当バテ気味のはず。バカ言ってんじゃないわよ。この程度でこのヤクーツク様がもう喋るのも億劫だわ。じゃあ二色伝統の涼しくなるやつやっとこう。何よそれ。そんなのあるなら早く出してよね。何何どうなの。じゃあヨシナのお話を聞いてね。そして引き出しにはノートが入ってた。ページを開いたら中には真っ赤な字で、助けてって。うわぁ、怖い。おお、効果てきめん。車掌が涼しくなっている。何を。こういう話なら先に言いなさいよね。怖くなんかないわよ別に。だって今のだって気のせいと偶然の一致で論理的に説明できることしか起きてないわけで、そんな大げさな話じゃなくて。こっちもてきめんだ。何がよ。怖くないって言ってるでしょ。変わってないわね、この図書館も。あとは私がやっておくって言ったじゃない。まったく、あんたまでついてくる必要なんてないのに。何なの、暇なの。とにかくこれで仕事は終わりよね。じゃあ先に宿に帰ってなさい。私はもう少し図書館見て回っていくから。まだあったのね、この本。この小説は子供に読んでもらいたいのよ。まあ下巻だけじゃ無理か。また変に気を回そうとしてるでしょう、あんた。あの本はね、実はとっくの昔に処分されていたはずの本なのよ。昔からあの図書館はね、古くなった本を住民にタダで配っていたの。さっきみたいにワゴンに適当に詰め込んで早い者勝ちで、さっきの小説も昔あのワゴンに入っていたのよ。幼かった私はあの子供向けの冒険小説が大好きで何度も読んだわ。だから処分されると知った時は急いで駆けつけた。
でも私が来た時にはもう下巻しかなかった。きっと誰かが上下巻と確認もせずに適当に持って帰ったんでしょうね。残された下巻はきっとほとんどの人にとって価値のない本だった。でも私はせめてその本だけでも守りたかった。誰かに同じように面白いって思ってほしかった。だからあの時の私は下巻を持ち帰らずにそっと本棚の見つかりにくそうなところに隠したの。ほら、あの図書館って管理が雑でしょ。それでたまに貸し出しカードに名前だけ書きに行ってまた隠すの。そうすればもしも見つかっても頻繁に借りられてる人気作を装えるかなって思って。今思えば幼稚な子供の策でしかないけどね。だからあれから何年も経って今日見つけた時は驚いたわ。あの下巻は今までずっと見つからずに隠れられたんだって。でもそれも今回で終わりのようだけど。分かってないわね、あんたも。あれは子供のための冒険小説よ。アイゼングラートを舞台に主人公は胸躍る冒険を繰り広げるの。だからできればこの町の子供に読んでほしいのよ。私はまだ諦めてないわ。そうだ、あんたも手伝いなさい。明日晴れたら大きなバザーが開かれるの。もしかしたら、もしかするじゃない？え？本の名前？何を言わないと見つけらんないの？まったく、しょうがないわね。一度しか言わないからね。ポコポコ山よ。聞き返してんじゃないわよ。粛清するわよ。とにかくそのワードが書いてある本を探すのいい？ちなみにあの小説絶版だから本屋行っても多分ないわ。じゃあお昼回ったらまたこの場所に集合よ。これだけ探して何の手がかりもないなんて。帰るわよ、車掌。いいの、私は栄えあるアイゼングラートの軍人よ。干渉に浸り続ける暇があったら国のためになることをするわ。次の任務も控えてるんでしょ。ほら。やっぱりもうないのね。すごいいいお話なのに。ポコポコ山の王子様。何をいきなり。ポコポコ山の王子様よ。そう言わなかった？どうしたのよ。どこ連れてくのよ。せめて下巻だけでももらっていけって言いたいの？本当におせっかいね。これはもういいのよ。ねえ、ちょっと聞きなさい。これはポコポコ山の王子様の上巻。どうしてこんなところに。そうよね、このくらいのお願いならきっと聞いてくれるわよね。それにしてもこれは偶然、それとも誰かが私と同じように。
ったのね。まったく、何してんのよ、あの子まで。